黒木麻里奈と女海賊ルーフメロを演じました愛沢麻希です。よっメロータン、ありがとう懐かしいね終わりました。今回どうでした？初めてですよね。そうですね、もうなんかなんだ、青春でした。久々の青春に戻った感じがしましたね。楽しかった。まずは顔合わせどうでした相澤さん？これでまだ3ヶ月前なんだって思うと、うん、なんか本当すごい前のような気もするし、そうです、ね、懐かしい。ここまで1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12。私もこれびっくりした、まなみちゃんの柔軟業っていう台本初めてもらったんだもんね、この時。初めてもらったもん、みんな必死ですよ、もう。だよね。ね、難しい漢字とか。だよね。そう、まずは漢字チェックだったよね。そう、漢字チェック。これ何でもいいの？これ何でもいいの？うん、そうそう。うん、まだ新品ですよ。これから古くなっていきます、この台本。頑張ります。セーラームーン月の鍵開きの黒木麻里奈です。初めの挨拶がすごい緊張するんですよ。何回何回やっても、何言っていいかな、みたいな。みんなさんで。乗り切っていきましょう。よろしくお願いします。ルーフメロン役をやらせていただきます、相澤麻希です。よろしくお願いします。緊張すんだよね、なんかさ。ねえ、これね、もう必死でて、そう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 、近い近いみたいな。私全然見てないの、これ歌詞とか全然わかるんだけどでも一応こう、なんかあると安心するみたいな。恥ずかしくてずっと下向いちゃうみたいな。思ってた声がさ、セリフとか出なかったりとかさ、すごい恥ずかしかった、自分の声が。わかる。グラスマネーサーズってなんか何年前かにやってたので、そんなに見たこともなくて、でなんか台本今渡されたのですごく嬉しいです。ちゃんと振り仮名振ってますね。しっかりしてるね、こういうのって。しっかりしてる。もう元気よくリーダーシップがあるような感じがいいと思います。逆にしてみようか、君もだ。ちょっとお茶になっちゃったみたいな。途中からチェンジ、ちょっと途中からチェンジみたいな。それがいいな。うん、いいんじゃないかな。いきなり届きとか読み出していい？これは写真撮影ですね、パンフレットの、うん。このカメラマンさんがすごい褒め上手で、うん、いやーかわいいね、かわいいねとか言って、あ、これいいねとか、うん、すごい調子に乗った写真なんかにできてた。あ、これはこの 指輪はですね、ウラヌスの中山明子ちゃんとお揃いです。買っちゃいました。ラブラブじゃん。ラブラブです。うちだってあるよ、高尾からもらいました。そう、リサにもあげたのに忘れてきました。指輪じゃん。仲良しだ ね、 ね、学校じゃないけど、なんか学校みたい。学校あ、そうだ、稽古突入です。あ、いい、懐かしい、この稽古が。ライブが一回隠すと思って、アドさんはですね、はい、セルキー役として舞台に出演しているんですけれども、うん、裏ではこうやって振り付けとしてでも活躍していて、そうだよね、すごい分かりやすいんですよ ね、 あね、アドさん丁寧だしね、うん、丁寧だし、でもなんかこうキャストの時と教えてる時の雰囲気が違うよね、うん、ライブね。海賊チームだ、うん、これはだってタマルさんがまだ結構ね入ってきたばっかりの時で、そう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 、みんな練習してましたよね。そうそう、1時間前に入って練習してたよ、うん。牛乳になんか粉末入れたりとかしないの？あの変な粉を牛乳に入れてコーヒー牛乳にしたりとか、コーヒー牛乳はそのまま出てくる。あら、はあ、時代の流れを感じますね。で、萌えちゃんはすごいなんか仲良くなれた。萌えはすごい懐いてきてくれる、ね、すごい仲良くなれた。両方させて違う。雪村さんもですね、まあ、ねアクション指導ね教えてもらったな。すごい、お前バカかよみたいな感じ。すいませんみたいな。
悪役チームが人数がすごく少ないんですよね。もう3人きりなんですよ。しかも途中で裏切りますからね。はい、最終的には2人になってしまうという、あの寂しいチーム。このチームはチームワークっていうよりもなんか個々それぞれが面白いね。面白い。怖かったでも、まあそうだね、舞台上ではすごい怖かったけど、ギャップが良かった。そうそうそう、特にプラズマン役のヒロトさんはね。あ、子猫ちゃん。子猫ちゃんですね。舞台とかで階段ちょっと大変かなと思ってるんですけど、そこはちゃんと危ないぞって思いながらやりたいと思います。完璧に舞台に立ってやりたいから、いっぱい練習して覚えて頑張りたいと思います。にゃん、かわいいね。抱負はですね、海賊チームだ。海賊チームです。ウィズ萌えちゃん。本当だ、ウィズ萌えちゃん。すごいなんか好きだな、海賊チーム。うん、面白かったしな。あ、ね、でも面白かったね。うん、まあ、雪村さん筆頭にみんないい味出してた。みんななんかすごいそれぞれのね、役柄とか本当に出てて。あったね。ルフメロのことを思い、綺麗に死ねたらいいなと。あ、なんか思ってます。田丸雄一郎です。でもね、途中から入ったけどすごい追いついて頑張って。本番にはもう普通に全然ついてきてついてきてえいえい、おダサい、ネタだなお前。えいえいおー、日常の太陽系だ。多いんでいつも結構戦ってばっかりだったんですけど、今回日常的なんて、そこを耐えて頑張る人がいて、まあ、日常シーンも多いしね、それがきっかけでこう固まってきてたり、はい、ね、なんか落ち着いた感じで見れるかな。この中ではやっぱりまなみがリーダーで、副リーダーがまいちゃんって感じだね。落ち着いてるし、超恥ずい。外部です。外部だ、かっこいい。外部かっこいいね、打って変わってね。で前がね、はい、ちょっと可愛らしい感じだったんで、はい、今回は大人な外部で、ね、決めてみました。アコ風に今は本当にまさに稽古中ということで、はい、あの全員新鮮ですか、外部ですね。なので本当にあの爽やかに爽やかに頑張ろうと思いつつ、なかなか苦しんでおる次第です。なかなか、はい、かっこいい外部で、はい、クールな外部で行くぞ行くぞ。あ、どうどうなのこれ、どうですか。ちびちゃんとたきちゃん、この二人仲良かったね。仲良かった。今のところまだ大丈夫です。大丈夫です。俺は正直大丈夫じゃありません。はい。ね、いやもうあの時間がね、時間があってもあっても足りないんですよね。ちょっと本番大丈夫かなって感じなんですけど、頑張ります、頑張ります。悪役さんとかいい人ばっかりで、みんな座長ちょっと怖い。座長夏公演はすごく長いんですけど、でもあのでも本当仕切って頑張ってたよ、サーリアちゃんは。頑張ります。ルフメロはですね、廃屋に向かおうとするときに止めるシーンなんですけど、うんにゃ、廃屋にいちゃなんね。マリナちゃんが番長だとすると、裏番長がやっぱ雪村さん。そうですね、なんかうまいことまとめてくれしたなっていう。廃屋にいたなんね。いよいよ初日を迎えました。はい、相澤さん感想一言。そうですね、私ね、体重測ったら朝と夜で2キロ変わってましたね。そんなに違う。ご飯も食べれないし、あ、緊張で、そうそうそう、うん、みんなの前で初めて出る時ですもんね。そうそう、初日っていうのは、はい、今日は初日だったっていうのもあって、やっぱりあの稽古であった通し稽古とケネプロの通し稽古と今日の本番っていうのが全然緊張感というか違って、でもすごいドキドキするんですけど、ワクワクもあってすごい楽しかったです。稽古よりはうまくできたと思います。うん。本番だから。でも私は結構あのプルート役の中江さんとか裏の主役の中山さんに結構引っ張ってもらって、ちょっと失敗したところとかあったんですけど、まあ、それも次にあの何プラスプラスに、ね、前はい、そう次にね、活かせるように失敗しないように頑張りたいと思います。
千秋楽限定アドリブセレクション。さて兄やん、いやドーピングで失格。これでこれ気になったんですよ。私面白かったんだけどね。アミちゃんのこう説明を聞いてて、ね、でもなんか笑ってるんですよ、うん、お客さんが。ね。ってなんでって思うよね。絶対雪村さんだなと思って。吹き流され、尾のように長く伸びるんです。ですから。おお、ヘローヘロー。この方はメロをなんつっちゃ。やってる場合か。いや皆さん。もうすぐですよ、むき出しの宝石。キリギリス、シリトリア、メダカ、海賊、クラーケン。ああ運がついたからお前の負けだ。ダメだな、もう一回やらせて。もう一回。まあ最後だしね。分かった、じゃあ頭文字は何がいいかな。ちょっとじゃあ死、死、分かった、いきます。下敷き、キリギリス、スルメ、メダカ、海賊、クラーケン。やっぱダメだったな。やっぱダメ。これね、確かね、アドさんが考えたの、これは。あ、そうなんだ。入れ歯にしようかなって言って。セリキンさん、何言ってるか分かんないし。あ、もうやだな、ここに入れ歯落としてますよ。はい、分かっ。何年馬を務めたと思いか。あら、女海賊。あらあら、本当好きだったな。千秋楽バージョン。はあ、もっと蹴っ飛ばしてやりたかった。いい加減にしてください。すいません。プラズマンチームは最高だった。いきなりね、登場してきてね。このプラズマンとヒロトさんの顔が生き生きしてること、生き生きしてること。この衣装を着てあの顔だから余計面白いですよね。そして、はい、今回タキシード仮面役の城田優くんが卒業だったんですよね。君はでも2年間か、2年間やってきましたよ。でも初めからもうこういうキャラクター的には変わんなかった。そうですね、でも最初はなんかまだおとなしかった、あんまり出してなかったかなっていう、でも相当思うわ。私のね、今回夏公演の時にムードメーカーになってたけどね、面白くって、すごいみんなね、お世話になって、頑張り屋さんだったし、頑張り屋さんでしたね。ありがとうございます。私は今日のこの公演をもってタキシード仮面役を卒業します。そして前回のかぐや島伝説のタキシード仮面役、天野博之さんが駆けつけてくれたんですよ。泣いちゃってね。これ綺麗な涙だった。そうですね、本当にありがとうございました。それでは聞いてください、銀河のサンクチュアリです。
花さ誰も知らない、待ち望めば輝きを忘れ、輝きを望めば待ちわびる。で4度目の夏公演だったんですけど、はい、今回は、うん、あの地方でも結構ちょっとゆったりできて、うん、すごいみんなで思い出が作れたのと、うん、あとシンセイラー選手がすごい多かったんで、うん、不安もいっぱいあったんですけど、うん、みんなで協力してやることができて、うん、すごいいい舞台になったと思います。よかったですね。はい、メロちゃんは、はい、私はミュージカル初めてで、うん、本当初め途中でやってる最中に私にはこの役は重すぎるとか思って、うん、もうダメかもとか思った時もあったんだけど、うん、大変でしたもんね、だけどまあ終わった後に周りの人とかも、うん、いや頑張ったよみたいな話して、うん、自分的にはまだね納得いかないところもあったけど、うん、こうなんか自分の可能性として新たなねこうミュージカルとか舞台として広がったのもすごい嬉しかったし、うん、こんなに一つの仕事に一生懸命になれたことって本当なかったかもしれないから、うん、多分本当思い出、うん、将来子供ができたら自慢したい、ね、お母さんできたんだよっていう。それではこれからもセーラームーンミュージカルをよろしくお願いします。スライドが